はい、どうも、こんばんは、NM です。先ほどですね、Twitter の石田水総合アカウントの方からね、8話お楽しみにみたいなアナウンスが出てたんで、そろそろ超人 X 最新話の更新が来そうだぞということで、今回は石田水最新作の超人 X は実際面白いのか、みんなにね、正直なところどう思ってるんやと聞きたいわけです。ぜひ。僕がね、これから話すことは、話半分程度に聞いてもらって、みんなの率直な意見が聞きたい、知りたいんで、ぜひコメント欄で、教えてください。書いていってほしいし、みんなにも読んで、なんかいろいろ、意見し合って、もらいたいと思います。でね、やっぱりね、いろいろこう、感想を見漁ってるとね、グールと比べてるのが多いんですよね。まあ、それは、仕方ないことだし、前作がね、ヒットした漫画家の次回作、最新作では、まあ、必ずと言っていいほど、絶対起こりうる論争だと思うんで。まあね、ただ、超人 X って、まだ7話でね、単行本1巻すら出てない状況なわけですよ。グールはさ、単行本シリーズ合わせて30巻あって、話数も300話以上あるわけじゃないですか。キャラの何ですかのバックボーンというか生い立ちというか物語の深みが、まあ、全然、違うわけですよ。まだね面白いとかつまんないとかの判断を、前作のグールと比較してやるっていうのはどうかなーって僕は思うんですけど、まあ個人の感想なんでね、感想は自由なんで僕がどうこういう権利ははいありません。すいません。超人 X まだ7話ですからね。グールの7話っていうと西尾先輩が出てきたくらいだから。俺はね、絶対面白くなると、思ってます、超人 X。単行本が出て、アニメ化まで行けば、そっからね、爆発すると思うんですよね。実際こう、アニメ化って、なんだろう、原作の、こう、話題の、起爆剤として、すごい、一番重要な役割じゃないかなと僕は思ってて、やっぱり、キャラクターにね、声がつくっていうのは、すごいイメージしやすくなると思う。そのキャラがどういうキャラかってこう脳内で出来上がるというか固定されるというか、個人的には戦闘シーンとかの作画とかより、声とか音楽、それが、世界観を決定づける要因かなと思います。あと絵柄ね、絵柄についてもグールの方が良かったって意見かなり見るんですけど、俺ねそんな違和感なかったんですよね。あの頃からまあかなり変わったなぁとは思ったんですけど、まあもう3年前ですしね、多分ね、3月末から僕は3ヶ月間くらいずーっとジャックジャンヌをやり続けてたからだと思うんですよ。まあ、そのおかげで、超人 X もすんなり入れたのかなと思いますね。一旦そこはもうグールから僕は離れてたんで。で、多分、ジャックジャンヌやってない人は、グールから直で超人 X に入った人だと思うんで、まあ、それなりに絵柄の変化で違和感があったりするのかなと、思ったりもしましたね。まあ、グールの絵柄の方が好きって言ってもね、正直グールも常に絵柄は変化、してましたからね。多分無印1巻から RE 最終16巻まで常に、まあなんていうかな、絵柄は変化し続けてたと思うんですけど、どうでしょう。とりあえずね、ジャックジャンヌやったことない人はぜひやってみてください。もしくは俺の動画見るか。俺の動画見てください。主人公ルートだけでもね、ぜひ見てほしいんですよね。超人 X のね、ここのシーンは、ジャック・ジャンヌっぽい作画だとか、あ、この演出はジャック・ジャンヌの、あ、ここのスチルの演出と同じだみたいな発見がもう本当にいっぱいあるんですよ。なのでぜひ絵柄に違和感を覚えた方はジャック・ジャンヌおすすめです。で、一つね、俺がマジで気づかされた、これだわ、なんか、気づきだね、共感というか気づき、みたいな感想があって、ツイッターでね、フォローしてた、外国人の、ファンの方、読者の方が言ってたんだけど、戦闘に緊張感がない、的なことを言ってたんですよね。確かに、みたいな。いや、めっちゃかっこいいじゃん。なんか、
超人の力使うときとかってさ、こうエリーが手からこう煙バーって出すとことか、超人 X のあの X っていう演出がめっちゃかっこいいじゃん。トキオが初めてこう重化したときとかのね、なんかこうおしゃれチックなジョジョ立ちではないけど、ああいう感じ、あれめっちゃかっこいいんだけど、戦闘に緊張感がないってその外国の人が言ってて、もう俺もね、確かにと思っちゃったんですよね。シリアスっぽくなっても、なんかちょいちょいこうおちゃらけるというか、ギャグを挟みつつこう展開していく特徴がありますよね、超人 X は。ローラーボーイとかまあそれがなんだろう、超人 X の特徴であり石田スイカ描きたいものなんだっていうのはわかるんですけど、やっぱりシリアス展開を望んでる人も多いのかなって思います。僕もなんだろうな、こう実際気づきませんでしたからね、こう言われて初めて戦闘に緊張感がないなっていうのを言われて初めて、あ、確かにみたいな。まあ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 、それはこれからですよね。こんな序盤で重要キャラがボン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 死ぬようなことはそうそうないでしょうし、キャラもまだまだ出揃ってませんからね。まあモブはいっぱい雑な死に方してるし、うん、大丈夫、これからいっぱい死にますよ。うん、皆さんはどうでしょうか、超人 X。もっと話題になってほしいとは思いつつ、今はまだ超人 X 自体のファンが少ないのかなと思ってます。超人 X の読者って、多分、石田水のファンが今はほとんどなんじゃないかなと思うんですけど、東京グールとかジャック・ジャンヌとかとは別に、石田水っていうその、コンテンツ、一つのコンテンツが出来上がってて、石田水のファンの人は、グールもジャック・ジャンヌも、超人 X も動物ラップも全部追いかけてると思うんですよ。なんで、超人 X 盛り上がるためには、超人 X 自体のファンが集まるまで、まあ今はひたすら、話数を積み上げていくしかないのかなとか思ったりしてますね。僕は、絶対超人 X この先、面白くなると思ってます。毎回毎回考察してるんで、作り込みとかね、細かいキャラの表情とか、会話のこう、ミスリード的な、みたいなのが見えてね、マジで面白いんですよ。なんで僕はグールよりも絶対面白くなると思ってるし、まあ、石田水展、福岡会場行きましたけど、そこに展示されてた、100の質問の回答の内容を読んだ人わかると思うんですけど、まあ、信じる以外ないんですよね。皆さんはどうでしょうか。うん、面白い、面白くない。いろんな意見あると思いますが、ぜひコメント欄に、書いていってください。楽しみにしてます。ではまた。